おーい。例のあれを探しに行こうぜ。よし。何を探しに行くのかな？この、ナミウズムシ、別名プラナリアです。え、なんだって？ナミウズムシ。僕らで、プラナリアって、まあ、呼んでます。あのプラナリア？最近話題の？はい。はい、なんか憧れの虫なんだけど。虫じゃないっすね。虫じゃないの？なんて言ったらいいの？プラナリアって言ってる。はい、わかりました。憧れだよね。なんか体切ったら半分になるやつでしょ？半分じゃないっす。体切ったら、半分でもどの部分からでも全てが再生する。尻尾から頭、胴体から尻尾と頭、頭から尻尾と胴体などなど、すごくいろんな場所から切っても全てが元通りに再生するという、100個に切っても全部が元通りになるという。マジですごい生物。プラナリアもすごいけど、カズミ君もすごいな。え、なんで？詳しいね。ちなみに、お湯が温かくなってくると、プラナリアは熱に弱いので溶けてしまうから、冷たい上流の方にいるわけだ。なるほどすごいな。行こう。どこにいるの？見たい。石の裏を徹底的に探せばどこかにいると思います。よし、探してみよう。おー、冷たいの、ここにいる。あ、冷たいです。冷たい。プラナリア生きてそう？よし、探そう。ということで、助っ人を呼んできました。おっと。助っ人です。助っ人、あなたは誰？お母さんです。まあ、お母さんだけど、時々水生生物を先生してるんですよね。近いですね。なんですね、なんで。近いですね。近い。生き物大好き親子で、今日は頑張って探してみてください。はい。はい、お願いします。しかし思った以上に水が多いですね。頑張ってひっくり返したいと思います。これを見てください。何ですか、これは？これはカゲロウの仲間です。かわいいですね。これは北上トビケラですね。難しいですね。はこれが、まあ、ヤマトビケラとかの巣です。巣？石のように見えますけど巣なんですね。口から糸を出してお家を作ります。ここにはいないですね。いない。いませんでした。本当にひっくり返してもほとんど逃げちゃう。冷たいですよね。まだ雪解けですからね。雪解けだから水が多いのかな。ゴム岩だ。どうぞ、ゴム岩。それでは。そこですか、いましたね。もう平田ドロムシって何ですか？動いてるなんか生きた化石みたいだな。こいつですか？そうです、平田ドロムシです。やや綺麗な水。これは甲虫の幼虫じゃあここやや綺麗なんですね。源流なんですけどね。ガナリアの気持ちになって自分がプラナリアだったら多分あんまり石がコロコロ動かない方がいいかな。あー、かわいいのが出てきた。なになになに？これを見てください。
これを見てみて。なになに、これこれ、あ、名前忘れた。草をなし。ほら、体にいっぱい毛くっつけてるの。ぬいぐるみみたいでしょ。確かに、もふもふちゃんだ。かわいいの。場所を変えます。場所を変えます。はい。なんかいた、母ちゃん、いた。見せて見せて。あ、あ、なんかいる、なんかいる。動いている、くっついている。なんかいるぞ。ヒルじゃない。どこどこ。ここ。あ、ヒルですね。やめてからバシャンしない。ヒル嫌い。なんでせっかく見つけたと思ったのに。ヒルでしたね。嫌い、怖い。チーズ、ヒル嫌い。大丈夫大丈夫。次、見つけよう。できませんでした。また場所を変えてリベンジしたいと思います。以上、よろしく。いや、かわいい。俺これ好き。